モーニングジャム3、4、おもろい家族。この時間は草と共に生きるオーレックと焼肉うどん味の町ウエストの提供でお送りします。さあ10時30分になるとモーニングジャムはおもろい家族、面白い家族のメッセージ紹介しております、はい、今週も大賞に輝いた方には福岡の美味しいお取り寄せ食べんとの一品プレゼント。今週は大名にあるイタリアンレストランリストランテファンファーレのトスカーナ風魚介の食べるスープカチューコプレゼント。ミシュランガイドにも載っているお店の美味しいスープが家で手軽に温めるだけで楽しめるっていうことなんで、どうぞよろしくお願いします、はい、そしてなんといっても昨日からこのモーニングジャムはウエストで冬のうどん祭り始めました。あったかくて美味しいうどんがウエストに並んでおります。肉がドン、エビ天がドン、そして紅白の揚げ餅がビローンの肉エビ天のパワフル福来たるうどんは今年も美味しく仕上がってるし、中地うどんの新作は牛肉としめじのすき焼きみたいなうどん、えのきの天ぷらの花が咲くスペシャル、略してうまじうどん。おいしそう。うまじうどんマジマイウというわけのわからないメッセージも届いておりました。届いてましたね。あのインスタにたくさんアップされてるんですよ。ありがとうございます。初日からもう本当に皆さんどうもありがとうございます。あのちゃんとねハッシュタグに中地とかうまじとかモーニングジャムってあのハッシュタグつけておいてください。じゃないと私が夜な夜なパトロールするときに見つけられないっていう。そうですね。中地あのいいねまハートボタンを押してくれるって言ったけど全然押してくれないんですけどって言われて、どこってその人のねあの記事見たら DM で来るからその人の記事見たらハッシュタグが一切ついてない。探せない。そうなんですよ、探せない、はい、なのでねハッシュタグはつけておいてくださいね。どうぞよろしくお願いします。お願いします。そしていよいよ来週の金曜日は、うん、聞けるおもろい家族も CD 付きスゴロクを出版いたします。来週の金曜日に本屋さん、それからウエストの店頭に並んで、次の日曜日12月の11日はサイン会やるん でどこで手に入れた本でも大丈夫っていうことで、サイン会の詳細はホームページに記してるんでどうぞよろしくお願いします。お願いします。じゃあね、お知らせが長くなりましたがここで、今日届いた剛さんのメッセージ。中地あっちゃんおはようございます。おはようございます。40年ほど前に兵庫に就職した時の話って古いね。しかし学校出て兵庫の金属加工する会社に就職、男子寮で一人寂しく過ごす日々、心の支えは電話した時のお袋。ほっとするでしょうね。ちょっと待って、学校卒業してすごいね、元気してるのかいと言うんで、ちっこ弁がなかなか理解されずホリナーと呼ばれて友達ができ逆に兵庫の播州弁は発音が鼻にかかった感じで何を言ってるか聞き取ることができんから、毎日黙って黙々と仕事してるよというふうに答えました。慣れるまで大変やろうけど、お前は面白い子やけんすぐに友達もできるやろうし頑張りなさいとお袋の言葉に元気もらって、翌日仕事に行ったら先輩がお前昨日は工場の中走り回って仕事頑張っていたらしいなというふうに言ってきたんです。はい、走り回って足が少々壊ってますって言ってた。壊っとる？どういう意味？壊るは自己弁だったのかと思って、分かりやすく先輩に説明しようと、先輩が車の運転をしていたとするでしょ、その時におならがしたくなってお尻の右側半分を上げておならをします、そしたらおならだけしたかったのにパリって言って身まで出てしまうとするでしょ、上げたケツは下ろせんし運転するためにアクセルは踏まんといかんわで大変なことになるでしょ、そのままの体勢で運転続けたら翌日太ももからお尻にかけて筋肉痛になるけど、こげな時にケツが壊ったっち九州では言うとです。どんな例ですかそれ。ここわざわざ筋肉痛って出してるから別にこれ例としてあげなくていいんですよね。先輩は大笑い、翌日には話が広まってて、それからみんなが優しくなり一気に打ち解けることができました。ちっこ弁と先輩に感謝っていう40年前の出来事。昨日の出来事のように。おじいさんになったらねそうなるんですよ。
おじいさん、おじいさんもうおじいさんもたくさん参加してるし、休みの日はガキンチョも参加するし、本当ありがたいですね。もう何なんだこの番組っていうさあそれからね、じゃあこれも行きましょうか、男性の方ですね、お名前控えておきましょう。中地あっちゃん、おはようございます。おはようございます。うちの母ちゃんのおもろい話、自分が中学生の頃だからもうかれこれ35年以上前これも古いね。昭和の時代も終わりに近づいていた頃です。うちの母ちゃんと父ちゃん、定食屋をやっておりました。母ちゃんは厨房で料理作って、父ちゃんは配膳と会計、しっかり者の母ちゃんはいつもお客さんに美味しい料理を作っていました。ある日僕の友達が2人遊びに来ていてワイワイしていたんです。そして友達1人がトイレ行ってくると言ってトイレに行きました。でもすぐ部屋に戻ってきて、なんか興奮気味に言ったんです。お前の母ちゃんドア開けっぱなしでトイレしとったぞ、やけんケツが丸見えあった、そうなんです、うちの母トイレのドア開けっぱなしで用を足すという面倒くさがりなところがあって、よりにもよって友達が来てる時にもトイレのドアを閉めずにケツ丸出しでその姿をバッチリ友達に見られて、まあだからね、そのあれでしょう、うん、あのまああっちゃんもね、はい、年齢的にはそのね、うん、まあポットン便所のそうですそうです、お尻がこっち側ね、想像できるけど、そうそうそう、今の子たちはそれが想像できないから、そっか、座るタイプですもんね、そうだから、うん、開けた瞬間に桃がある、うん、何回かやっぱり遭遇したことも私もありますよ、うん、何回かそうすいませんって見た方が謝るというねしかもその向こうはもう手も足も出ないっていう、そうなんです、こっち向いてイヤーンっていうだけで何の話やねん見られたことはないですか。見られたことはないです。よかったですね、はい、友達にバッチリ見られていました。友達は爆笑してましたが、もう私は恥ずかしくって恥ずかしくって苦笑い。そんでそのことを母に、恥ずかしいからトイレのドアを閉めてって言ったらケラケラ笑ってて、自分だけが恥ずかしい思いをした感じだったんです。でもその事件以降ちゃんとトイレのドアを閉めてましたやっぱり恥ずかしかった。そりゃそうでしょう。そりゃそうだよね、息子の友達。いやいやいや、あとねこれもいいんだよ、ゆうこさん。中地あっちゃん、おはようございます。おはようございます。チーターの真似にはまって四足歩行、さらにはおしっこも家の壁に片足を上げてしていた息子、前におもろい家族で紹介された時まだ幼稚園児だったと思います。その息子も現在小学2年生で、いまだに生き物の真似をよくしてて、さらに磨きがかかってる、うん、先日福岡市動物園に行った時もスイッチが入ったかのように動物を見る目が真剣。キリンの前ではキリンの歩き方の真似、ライオンが鳴くとそれに応えるかのようにそれがまたそっくりなんです。オラウータンの前でリアルモノマネするとオラウータンがじっと息子を見て寄ってくるぐらい本当にそっくりそして猿の前でなぜかティラノザウルスになって威嚇する息子、そんなこんなで動物園めちゃくちゃ楽しみました。楽しかったんですが、また始まったんです。家で歩くのは必ずオランウータン、たまにダチョウ、兄弟喧嘩はライオン、もしくはティラノザウルス、それに対してさらに怒る姉、あーうるさいという私に対してもティラノザウルスで威嚇してくる、腹が立つのに笑けてくる本当ですねこれ面白いね、かわいいな、いやこれは最高、いやこれはね、うん、もう少しでもこのね状態を長くね保っていたいんですけれども、ね、こんな子も普通になっちゃうんだよな、もったいないですよね、もったいないよね、やっぱ学校教育だろうか学校教育平均的なものを作り出すっていうそういう教育も考えんといかんな。モーニングジャム